ぱり、ね、僕が地味に一番気になってるのがね、この下ですね。ハベルはなぜ社員紹介ページで上半身裸なのか。社員紹介ページありましたよね、皆さん。神の名がタクシー券出しますからって言われてタクシーで帰るときにですね、さっきの電話してきた大滝ファクトリーってどんな会社なんだろうってこうパソコンで調べる場面があると思うんですけど、まあ、そこでいろんな社員の紹介ページがちらっと一瞬映るんですね。で、そこで、まあ、他の人みんなね、その会社の制服っていうか、まあ、普通に服着て、あといろんな資格とかがこうバーってライズしたプロフィールがね、出てるんですけど、ハベルだけなぜかね、上半身裸で映ってるんですよ。お前なぜ脱いだんだっていうね。これだけでもうこの作品の愛されキャラ決定みたいなところがありますけど。で、地味にハベル化け物だなと思ったのが、懸垂してるシーンあるじゃないですか。あの時、100何回までやってましたよね、懸垂。うん。僕ね、実は高校生の頃に、毎日懸垂してた時期があったんですよ。体をめちゃめちゃ鍛えてて。でも、その時、高校生って一番こう肉体が若い時じゃないですか。一番筋肉もつくし、元気な頃に、どんなに調子良くてもね、せいぜい15回、くらいしかできない。それが限界だったんですけど、100超えですよ。でしかも、その後、親父さんに、おいって呼ばれた時に、頭につけてるヘッドホンを、ね、右手で外して、左腕だけで体を支えてぶら下がるっていうね。しかも、肘も伸びきってない、肩も伸びきってない。ちゃんと筋肉を使って、左腕のね、筋肉だけを使って体を支えるっていう、異常なパワーですよ。これ、ハベル怪獣なんじゃないのかっていう。お前が得意点なのではっていうね。くらい異常な筋力ね。これが、このパワーがね、発揮される機会が来るのか、ね、ハベルが素手でゴジラと戦う伏線かも。パンチでね。それこそ、怖すぎ劇場版のラストみたいな。工藤ディレクターが巨大化して、ね、邪神を殴って除霊するみたいな感じになるかもしれない。まあ、僕が今回ですね、一番おっと思ったのがですね、ハベルの体ですね。まあね、ハベル君、非常に筋肉ムキムキ、筋骨隆々、肉体を鍛えることに余念がない、男性でございますけれども、今回第6話ではですね、もうついに、ね、もともと、その第1話の段階で、仕事場の工場に、懸垂用のバーを持ち込むというですね、非常にもう、なんて言うんでしょう、筋肉クレイジーというか、ハベル君でしたけれども、今回ついにですね、この市が主催する、山狩りの現場にダンベルを持ち込むというですね、暴挙に出まして。いやいや、君、いいのかと。仕事をそっちのけで上腕二頭筋を鍛えてる場合じゃないんじゃないのかと。うん。ユンはちゃんとパソコンで作業してるぞと。いうところなんですけど、そのダンベルで鍛えてるシーンですね。まあ、いつもの大滝ファクトリーの、まあ、制服というか、ね、作業着みたいなのを脱いで、黒い T シャツ1枚で、バーベルを持ってね、ダンベルを持ってこう鍛えてるんですけど、肩幅とかね、腕の太さが尋常じゃないんですよ。いや、こいつの体何なんだと。彼の体、これはね、以前の配信の中でもしかしたらね、このハベルが巨大化してゴジラと戦うんじゃねえのみたいな話をね、なんかこうコメントでいただいたのか僕が言ったのかちょっと忘れましたけど、あったんですけど、これね、ちょっと真実味帯びてきたなと。これはちょっともしかしたらね、ハベルが巨大化してね、パンチでゴジラを倒すという、そういった展開もですね、なくはないのかもしれないと。まあ、まずね、まあ私のこのね、配信においてはですね、先々週あたりから若干注目し始めている、ハベルくんの筋肉なんですけれども、ねえ、ちょっと今回もね、まあ残念ながら、前回6話でもですね、登場がね、待たれた、筋肉だったんですけれども、第7話でもですね、登場ならずということで、非常にまあ、ハベル筋肉ウォッチャーとしてはね、残念なところでございます。まあ、しかもですね、今回のハベルくんはですね、まあ、筋肉、ね、そういうね、マッチョイズム的なね、ところからちょっと離れちゃってるのかなっていうところがありまして、まあ、この画像であるようにですね、この後、ハベル君はこのね、大量のね、中華料理をですね、腹にしこたま収めまして、お腹がパンパンに膨らんでしまうという、ね、筋肉とかマッチョとかですね、とは対極にある、お腹がポンポコリに膨らんでしまうという、ね、そんな状況になってしまうんですね。どうした、ハベルと。
お前ちゃんとその後鍛えるんだろうな。まあね、ビルダーというかね、体作りをするものとしてはですね、ああやって時にチートデイ的なね感じで、うん、あるじゃないですか。こうずっと節制した食事をとっていると体がなんかね、そのセーブしちゃってエネルギーを使うとか筋肉をつけるの。だからたまにはドカッと食べてね、体をねこう呼び覚ますみたいな日をチートデイって言いますけど、まあ、そういうのをねボディービルダーもやりますから、うん、中山きんに君さんとかもね、今日はチートデイですからって言ってね、なんかおにぎりが食べられますみたいなチートデイだけどそれしか食えないんだみたいなね、そういうことをね食べるも多分してた。多分この日がたまたまチートデイだったんでしょうね。うん、ハベルのその筋トレスケジュールのチートデイでたまたまこのジャガーがねこれから出動するぞっていうことになってしまったんで、あいかなと。さてさて、お待たせしました、第9話やっとハベルくんの筋肉の活躍を見ることができました、まあ、3話ほど前から僕はね彼の筋肉の躍動に注目をしていたんですが、今回ねついに彼のねパワーが発揮される瞬間が出てきましたね、それがねこちらでございますこれ笑っちゃうんだけど、まあこのシーン最初見た時ほんと笑っちゃったんだけど、なんでえ素でっていう素手でクモンガのパワーに対抗するのか君はというねところがね、なんかめちゃめちゃ面白かったんですけど、これはねもう彼は人間ではないのではないか人ならざるものをハベルなのではないかという気がねしてはいるんですけども、普通に受け止めてて草生えた本当にしれっとねえっていう、君そんなことできるタイプのキャラクターなんだっていうことをね感じまして、うん、やっぱりまあユンがね頭脳派のテクノロジーを使うというキャラクターとすれば、まあハベルはね肉体で怪獣と戦うということをねするキャラクターでしょうから、まあねキャラ分け的にはねまあ割とオーソドックスではあるんですけど、ユンが天才すぎるのと同様にハベルも肉体派すぎるというねキャラを分かりやすく分けた結果ね、もう能力値が飛び抜けてしまうというところがありましたね、まあ、僕はね絶対ハベルはねこの個人の力、アーキタイプの力を使って異次元から筋力を得てると思ってるんですけどもう彼の異常なね力っていうのはそういうところが来てる。まあ実は今回第9話の中でですね、あこれはハベル絶対異次元から力得てるわ、あるいはこれから得ることになるわというですね伏線とも言えるシーンがありまして、こちらですね、もろに素手でクモンガの体液に触れるというシーンがありました。これねだいぶ危険だと思うんですけどこのシーンがねあるということは、体液に触れた右手からですねアーキタイプが皮膚から浸透して体に入ってくるということがですねおそらく出てくる、うん、だ第11話あたりでねこの右手のあたりがなんか黒ずんであざみたいになってきてあれ物のけ姫かなみたいな感じになってきて曇りなき眼で見極めなきゃみたいな感じになってくるんじゃないのかなと、うん、でまあそうやって体がどんどん侵食されていって、でまあ最終話直前くらいでハベルの体が変化してガイラになるっていう説をね僕は提唱したい。ハベルが怪獣化する、ハベルガイラ化するというですね、まあねこの私の配信前々からですね、とある一人の人物のですね主に上半身の筋肉にはだいぶ注目をしてきたんですけれども、まあ、やはりあれもこの最終話の伏線だったのかというところが判明したのが、まあこの最終話第13話ですね、ハベルくんの筋肉でございます。まあね画像で見ていただきましょう、ちょっと本編画像の引用になりますがこちらね、うん、まあ場面としてはですね、もう軽トラの上からジェットジャガーがいざ飛び立たんと、飛ぶとなった瞬間に揚力が足りないとなったところの直後くらいの場面ですね、まあ僕、まあ、このシーンね初見で見てましたね、見た時にそう揚力を稼ぐというふうにですねハベルくんが言うんですよね。
まあ、ハベルって結構そのエンジニア的なところというか技術者の面もあるじゃないですか。大滝シグナルを発する機械をね、バイクの後ろにつけるっていう、ああいう、まあ、ハード面を作る作業というか、エンジニア的な部分があるキャラクターだったので、あ、なるほどと。パッとこう、揚力を稼ぐって言って、ジェットジャガーに近づいた時にはですね、突貫工事でちょっとね、ギアの設定をこう、無理やり変えるとか、なんか回転する翼の角度をね、こう、その場でアドリブ的にグッと修正して、揚力を稼ぐんだろうなと思ったんですけど、揚力を稼ぐって言って、近づいた後に、次の瞬間ですね、ぬおーって、持ち上げるのお前っていう。揚力を稼ぐってそういうことなのかなね、果たしてこの筋肉で持ち上げるというですね、この動きが、これで揚力を稼ぐということが言えるのかどうか、ちょっとね、それでいいのかという感じもするんですが、まあ、やはりね、ここまでのですね、クモンガの攻撃を腕で受け止めるハベル、そして第1話から懸垂をしている描写があったハベル、あの筋肉描写っていうのはね、やっぱ無駄じゃなかったんだなと。すべてはこの最終話のため。まあ、言ってみればね、もう最初から答えは見えてたわけですよね。第1話で懸垂をするキャラが最終話でその筋肉によるパワーを発揮しないわけがないという、やはり最初から答えは目の前にあったんだなというところがですね、ここでも感じられる。まあやっぱり、まあ正直笑いましたけどね。もう、これでもちょっと状況としてはめちゃめちゃ緊迫してるわけですよ。ジャガーが飛べなきゃね、もう世界が終わると、宇宙が終わってしまうという状況なわけで、果たしてここで笑っていいのかこれがシリアスな笑いっていうやつなのかと、うん、まあ分からんけどもね、